モンスは、ベルギーのワロン地域の都市、旧エノーを薄領の首都であり、現在は、エノー州の州都となっている。ベルギーに5つある、高イ院のうちの一つが設置されている。首都ブリュッセルから南西に5 0トルパリから北東に約2 0 0トルリールから東に7 5トルアーヘンから西に約1 5 0トルの場所に位置する。市内には、 欧州自動車道路の E19 と E42 の交差点がある。歴史的に重要な建築遺産や文化遺産が多く、残っており2002年からワロン地域の文化首都に指定されている。さらに2015年に欧州文化首都となることが決定している。ジュルビーズ、ソワニー、ルルー、ラルビエール、バンシュ、エスティーヌ、ケビー、フラムリー、カレニョン、サンギランの 各基礎自治体と隣接している。かつての工業地帯であったボリナージュは町の西と南西に位置していた。エンヌ川と丘の上のモンス市街モンスの起伏に富んだ地形はエンヌ川の作用による。エンヌ川は町の北方を東から西へ流れ、フランスでエスコー川と合流する。一方、トルーユ川はモンスでエンヌ川と合流する。エンヌ川の谷の北と南では 丘と大地が形成されており、それらの標高は50メートルから115メートルに達する。谷間のエンヌ川とニミーブラトンペロンヌーンガの近くでは、標高は20メートルまで下がる。モンスは、もともとは、カストリローカスと呼ばれていた。後に、城のある山と呼ばれるようになり、さらにモンへと名前が変わった。現在の名前マンズは、ラテン語のマンズ、マンティスに由来しており、 街の起伏に富んだ地形を描写している。オランダ語では、フランス語のマンタニアを直訳して、ベルゲンと呼ばれる。複数形であるのは、モンスの周囲にはいくつもの丘があるからである。ありがとうございます。